ドン、ボンジョルノ。おはようございます。おはようございます。コメントがファミリーより来てますよ。コメント。はい。ああ、嬉しいですね。親愛なるファミリーからドンムットーネのファンになりました。ありがとうございます。ありがたいですね。ありがとうございます。はい、ね。嬉しいね。はい、ドンムットーネの着こなし術のセミナーをしてほしいとコメントをいただいてます。全体的に、はい、あんまり持ってる感じに見せないっていうのは僕の会社のポリシーなんですよね。シンプルですね。シンプルにだけどジャケットだったら着たいし、うん、デニムなんかもこういう時代でも少し細めのタイプなんか履いて、はい、中にこういう今日はロックの T シャツ着てますけど T シャツだったり、はい、クルーネック着たりカラーもののポロなんか着てるっていう感じなんですけど、まあ、全体的にはその今言ったようなシンプルな感じに見せるっていうのが、まあ、僕の好きな着こなしです。ドンムットーネの名言ありますもんね。何も出さないのに聞かないいつもおっしゃってますもんね。お願いします。ありがとうございます。では今回はどのファミリーに突撃するんでしたっけ。今回は振動ファミリーっていう。振動ファミリーものすごい怖い。怖いです。プレジェンドそのオフィスに行って今僕が履いてるデニムのイカイっていうブランドなんですけども、そこのデニムなんかをイタリアから日本に入れてもらってるお取引先なんですけども、はい、スキラーレ様。じゃあ行ってみましょうか。行きましょう。こちらです。はい。なんか危ない、なんか怪しい。ダメダメ、言っちゃダメです。昼間からちょっとカットしましょう。こちらになります。こちらが振動ファミリーですね。そうです。それじゃあ行こうか。行きましょうか。はい。ドンムットーネのデロデロ。ぴったりだ。ボンジョルノ。ボンジョルノ。おはようございます。振動ファミリーのボス。振動ファミリーの大ボス。ボスって。プレジデンテ振動です。お願いします。今日は。お願いします。あ、じゃあチャオでよかった。よろしくお願いします。はい、こちらではイカイっていうデニムブランド。はい、取引させてもらってるんですけども、コアモテの振動いろいろ教えてもらおうかと。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速ちょっといかいについてご紹介いただけますか。ですね、このチノなんですけれども、これがもともといかいが始まったもう一番最初なんですね。ロブストっていうシルエットで、はい、まあ、僕らモダンアメリカンチノって呼んでるんですけれども、モダンアメリカンチノ、はい、いわゆるイタリアでやってるチノパンと違って少しちょっとミリタリーっぽいディティールの仕上げなんですけれども、うんうん、ちゃんとイタリアのテーラードの考え方が入っているために、いわゆる軍門の直線的な履き心地というよりは、はい、うん、イタリアのサルトリアのパンツの手法をとってる。例えばここでウエストが微妙にカーブしてたり、腰に沿うようになってたり、こういうところになってたり、あとはお尻が綺麗に入るようになってたり、うん、でシルエットはもも周りは少し余裕あるんですけれども、裾に向けてテーパードしていくっていう、このシルエット、こういう形ですね、はい、でそれが自然な形で出されてるっていうのがこのチノなんですね、うん、だから後ろはちょっとイタリアっぽいのも、後ろは V 切れてたり、こういうこともあるんですよっていうのがこのモダンアメリカンチなんですけど、こっからスタートして作られたのが皆さんよくご存知のこのロブストっていうシルエットのファイブポケット、はい、これはビームスでも展開して展開していただいて、一番最初に日本で展開していただいたのがビームスさんです、このデニム。あ、そうですか。はい、で、よく入れてます。ありがとうございます。でこれはですね、同じシルエットのようなものをデニムに解釈してっていうことで、うん、やっぱ構造がちょっと違うので若干違うんですけども、基本的には同じフィッティングで作られてます、であとですね、細かいディテールのことを言うとですね、ここのフロントのところが立体感出るように、ここ実は1枚挟み込んで塗ってるんですよね。こういうところのディテールはしっかり出ますし、あとはデニムの素材自体がこれストレッチなんですけれども、デニムの荒々しさが残りながらもストレッチ感があるっていう、いわゆるイタリアンデニムのつるっとした感じのものの表情というよりは、アメリカの古着とかそういったところであるような表情のちょっと荒々しい雰囲気が残ってます。そうですね、シルエット自体はイタリアらしい綺麗に履けるシルエットになってます。太いですけども、太いというよりは少しボリュームがあるって言った方が多分正確な、そうですね、はい、はい、これ洗い込んでいくとやっぱりこういう縦に落ちていく、これ以外のデニムなんですけど、はい、こういう縦に綺麗に落ちていくっていうのがやっぱりありますね、はい、
ちょっとムラの糸も入ってるんで、まあ、洗いのバリエーション、これ同じやつを、これはまあちょっと加工入ってるやつなんですけれども、見ていただくと縦に落ちて、武藤さん履いていただいてるやつ、これ何回も洗ってるんで、だいぶ縦に綺麗に落ちてますね。武藤さんが履いてるやつは花寺って言って、今年新しく入ったシルエット、それがこれなんですけれども、これはもう先ほどのものと違って、もういわゆるスキニーに近いような、うん、あのスリムシルエットになってます、うんうん、で特徴は、ここの細いデニムでよくあるんですけど、後ろがちょっとこう下に抜けてしまうっていうようなケースがあるんですけども、それが抜けにくいようにちょっと高くしたり、あとお尻の上に乗るようにっていうことで、そういう設計になってます。で同じく先ほど言ったような立体感あるようにしてあるので、これ洗っていくと、ここの段差のところが、特に武藤さん履いてるやつなんか分かりやすいと思うんですね。これ立体感が出るっていう、なんかディテールがすごく凝って見えるんですよ。確かにお尻も何て言うんですか、抜けにくいようになってます、うん、シビリアのデザイナーの方でもあるので、細いデニムはもともと得意なんですけれども、その今までの経験で、じゃあお尻が抜けるとかっていうことがあって、もう昔から売れてるモデルだから、なかなか売れてるモデルはよそで回収しにくい、うん、そうですよね、っていうのがあって、いや今回のモデルに関しては今までちょっと不満で思ってたところを回収しようっていうことでうん、うん、ちょっとここを履きやすくしたっていう、うん、なので履いてる方はすごく安心感あると思います、はい、ロブストも僕履いてるんですけど、なんかやっぱり自分のシルエット的にスリムな方が好きなんで、はい、どっちかというとこの今回新しい出たパナテラの方が僕は好きなんですね。これだからあの本当に気分でいいと思いますし、うん、だからどちらがなんかこうトレンドでかっこいいとかっていうよりは、ね、僕はお好みに合わせて選ぶっていうのが今一番いいと思ってる、うんうん、あとはですよね、スペシャル、武藤さん履いてるちょっとこれ明るいやつもスペシャル、そうですね、これ今回のスペシャルモデル、ちょっとまだ言えないの言えないんですか、ここは言えないんですけどちょっとスペシャルスペシャルモデルです、スペシャルですね、スペシャルですね。であとは、セルビッチ付きのやつを、はい、これちょっとセルビッチないんですけれども、こう返した時に、ビームスさんで展開していただくモデル、ここに赤耳が付いたやつを準備しているのと、あとはアルカンターラですね。そうですね、アルカンターラ僕のところにあのお客さんから問い合わせが来てたので、本当ですか、あのビームスさんにぜひ連絡してくださいということで、あ、ありがとうございます。連絡先はお送りしてます。なかなかやっぱりアルカンターラでやるっていう発想が衝撃的だったらしくて、うん、コメントすごかったですね。コメントすごかったです。だから高級車の内装に使うっていうイメージがすごい強い素材を、あ、まあパンツっていうものにして、さらにファイブポケットの新しいやつだっていうところで、家で洗えるスウェードパンツみたいな、そういう雰囲気感じですね。はい、ティノさん他にもあるんですか。はい、他はですね、これも展開していただいてましたよね、確か。カーゴはそうですね、でこれはロブストのシルエットの、カーゴです、うん、なのでいわゆるビタッとしたものではないんですけれども、少しゆとりがあって、うん、でストに向かってテーパーとしていく、うんうん、でここにボリュームがあるので、若干こうサイズ上測るとチノとかデニムよりちょっと細いんですけれども、うん、基本的には一緒のシルエットになっています、うん、極端に洗いがかかったりしてるわけではないので、ミリタリーの本格のディテールもありつつ、うん、普通のファッションに合わせやすいというそういうパンツです。あとなんかあの J ジャンとかトップスにも力を入れるっていうおっしゃってましたよね、はい、でトップスがですね、このシリーズですね、じいちゃん、僕がやってる YouTube に武藤さん出ていただいたので、ちょうど武藤さんのお召しになってたの、はい、このモデルで着丈が普通のじいちゃんよりちょっと長めになってるので、大人の人が着た時にこう恥ずかしくないというか、あまりに短いとなかなか抵抗ある方もいらっしゃると思うんですけれども、少し長めにしてあるので、すごく大人の人も着やすいっていう、そういう雰囲気のじいちゃんにしてあります。マイケルちょっと着てみねえな着てみましょう。マイケル細いなお前は。細い。そうですね、ちょっと着丈少し長い、ちょっと長めにしてある。だからこうドレスパンツとかと合わせても違和感ないです。ボトム選ばないですよ、うんうん、僕も50前にしてやっと気づいたんですけど、うん、年取ってくると、パトさんまだ気づかないと思うんですけど、はいはい、やっぱりあまりに短いのちょっと恥ずかしくなるんですよこのレイヤード感が、着丈が短いとなんか出方が 変になっちゃってね、はいはい、難しいですよね、はい、こうしてると出してもそんなに違和感なく、うん、結構何でも合わせて着れるっていうような、あとちょっとまあやっていた、まだやっていただいてないですけど、僕着てるのはこういうシャツがあったり、まあ、アイテム自体はものすごく絞られてます。このシャツもそうなんですか。そう、これは機械の社長が、これまだ発売してないやつなんですけど、日本でずっとプロダクト作りたい、日本ってやっぱデニムの環境すごくいいんでやりたいっていう話で、コロナ中にいろいろやり取りをして、
じゃあ一回一部のアイテムだけ日本でしかできないことをやろうっていうので、うん、ちょっとだけデニムシャツをやり始めてるっていうのはこれなんですね。うん、そうなんですね。こういうカーゴパンツなんかでもなんかやっぱりちょっと雰囲気のある素材をちゃんと使ってるし、すごく長く着ることも考えながら、うん、デニムって気に入ると履いて色落ちたらまた同じようなのが欲しいとか、うんうん、あの濃いやつとちょっと履き込んで色がトーンが違うやつとか欲しいとかってあるんですけど、それがちゃんとできるようなラインナップに以外はこれ何十種類本当はもっとあるんですけども、うん、素材は研究段階ではすごくあるんですけども、それをもう絞りに絞ってブルーデニム一素材、ブラックデニム一素材、ホワイトデニム一素材みたいな感じに仕上げてるんで、あのコレクション自体はコンパクトですけども長く履いていただけるようなで、気に入ったものがまた次買えるような設計になってます。いいと思うんですね。非常に時代感的にも物を大事にしながらあの買い替えもできるっていうようなスタイルがこう定まりやすいようなそういう形にしてますんで、こんな感じでコレクション自体を作ってます。新藤さん喋り上手すぎて、ね、どんなとおり乗っ取られそうっすね。何一言も喋りません。私の最後の決めの決めだけ頑張りましょう、はい、じゃあ決めましょう。お願いします。それでは新藤さん、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ございました。ドンムッドーネ の, あの最後の終わりの決めの言葉っていうのがあるんですけど、はい、ドンムッドーネよと言いましたらベルノベルノと言ってます。はい、わかりました。それではいきます。ドンムッドーネのベルノベルノ。ありがとうございます。ありがとうございます。